皆さんこんにちは。球団史上初の2年連続最下位となった中日ドラゴンズ。今季の中日は試合の勝敗よりも球場外での騒動が SNS を中心に話題を呼んでいましたが、ここに来て良くない新事実が発覚。なんと近藤選手を62球晒し投げさせた翌日、罰走させていたというのです。そしてこの事態に外国人選手たちも次々と苦言を呈する事態となっています。今回はそんな立浪監督が行った罰走などの悪しき行動と外国人選手の反応をご紹介していきます。すでにシーズン終了を待たずして来季続投が報じられていた立浪和義監督ですが、ある一件で選手たちの心が完全に離れてしまっているようです。このある一件とは、 SNS や選手 OB の間で話題になった近藤の62球です。実はこの一件には後日談があるのです。8月25日の DeNA 戦で6点ビハインドの9回に登板し、この日2年ぶりに1軍昇格したばかりの左腕近藤廉投手がまだプロ3試合目の登板で8安打5四死球10失点の大炎上となったあの試合、苦しそうに投げる左腕に対し立浪監督は座って腕組みしたまま動かず、晒し者となった近藤選手の精神的なダメージが懸念され、 DeNA ファンからもアウトを取るたびに拍手が送られる異様な状況となりました。結局1回を投げ終わるのに62球を要し、立浪監督は9回表の終了後即ベンチ裏へ消えていきました。中継中から SNS では晒し投げがトレンドに入り、対戦相手のトレバー・バウアー投手が試合直後に激励のメッセージを送ったことをきっかけに、 OB からも続々と近藤を擁護する声が上がりました。バウアー投手は自身の YouTube チャンネルを更新し、中日の近藤廉投手への思いを改めて語りました。バウアー投手は本当にかわいそうだと思った、言いたいことがたくさんあると持論を展開しました。同日に先発して8回2失点で10勝目を挙げたバウアー投手にとってそれは驚きの光景でした。バウアー投手は、個人的に説明すると、僕が初めてドラフト指名された2011年、登板日の朝に代理人から電話があった。今日いい結果を出せば大リーグから呼ばれるかもしれないと。それが1回3分の2を投げ12被安打10失点、ひどいやられよう。僕は近藤投手に励ましの言葉を送りたい。近藤投手、落ち込まないで続けるんだ。世界最高の選手でもそういう時はあると自身の経験を重ね合わせました。その上で、なぜ野手に変えなかったのか不思議だった。こんな時アメリカでは試合終了まで野手が投げる、リリーフ投手が立たされて、ただ恥をかくなんて滅多にない。日本では野手は投げない、アメリカでもそうないことだが、普通これだけ点差があると攻撃側が追加点を取りたくないと思う。文化の違いかな。日本では違うんだね。日本では最後まで一生懸命試合をする。たびたびメジャーでは点差が離れると手を抜くことがあるかもしれないと指摘しました。僕は監督になったことはないし批判したいのではない、考えを述べただけ。こんなことは初めてで新しい経験だったとバウアー投手。これにはファンもバウアー選手自身でも、短いイニングでの10失点を体験していたからこそのものだと知って、なおのこと言葉の重みを感じました。中日の野球に対してバウアーの見解も出してくれるのは本当に興味深い。メジャーと日本の野球に対する価値観の違い、考え方の違いを知れてとても良かったですと反応していました。翌日の公示で近藤投手は2軍降格となり、以降1軍に昇格することなくシーズンを終えましたが、晒し投げ翌日にある騒動が起きていたといいます。翌日近藤投手は2軍の名古屋球場に合流し、前夜にあんなことがあり意気消沈した様子でしたが、チームメートからも気にするなと声をかけられて練習に参加したといいます。しかし練習が始まるや近藤投手は外野ポール乾燥200本の罰走をすることになったそうなのです。ポール乾燥はライトもしくはレフトポールからスタートして、球場フェンスに沿って反対側のポールまでダッシュを行う中距離のランメニューを指します。ポール間の距離は球場によって違いますが、約150メートル前後あります。練習でよく取り入れられているメニューで、通常は20本前後をこなすのが一般的だといいます。その本数だけでなく、名古屋球場は日本一暑いとも言われています。屋外であることに加え、全く風が吹かない球場で熱中症で倒れる選手も少なくありません。元中日のエース吉見一輝氏は、一番きついのが芝生の照り返しがあるポール乾燥だった
と言い、うまくサボっていたと明かしているほどです。もちろんプロは厳しい世界です。近藤投手に残されたチャンスも決して多くはないでしょう。しかし今年のような酷暑で200本も走らせるというのは、果たして選手の未来を真剣に考えたメニューだと言えるのでしょうか。個人的には体罰としか思えません。さすがにひどいのではないかという選手もいましたが、片岡二軍監督は止めることはありませんでした。近藤投手は1日100本走り、2日間に分けて走っていたそうです。この様子は他球団の関係者からも戸惑いの声が上がっていました。近藤投手がポール完走をした日はオリックス2軍との公式戦があり、多くのオリックス関係者も目にしています。球団関係者の間でも噂になりましたよ。うちの球団では絶対に考えられないですね。昭和の時代なら限界まで走らせて心身を鍛えるという手法が受け入れられたかもしれませんが、令和の若い選手にそんなことをしたら潰れてしまう。甘い甘くないの問題ではなく、時代に合った指導をするべきだと思いますよ、とオリックス関係者は話しています。またこのことについて球団は、8月26日の近藤選手の練習メニューについてはコーチと本人が相談して決めたものです。本人も練習については納得していて、コーチもそれなら気の済むまで走れと指示した。罰走というものではございませんと答えています。これがどこまで本当か分かりませんが、本人が決めたにしてもコーチ陣は止めるべきだったと思います。とても意味のあるものだと思えないのは明らかなのに、この罰走を良しとしている首脳陣への不信感は募るばかりです。そしてこの体罰とも取れる近藤投手の処遇に、バウアー投手に続き他の DeNA の外国人投手も苦言を呈しています。エドウィン・エスコバー投手は自身のツイッター現 X で、ひどい、その処遇はプロフェッショナルではありませんと投稿しています。しかしこの投稿はすでに削除されており、何らかの力が働いたと思われます。続いてマイケル・ティープルズ投手は、アスリートはロボットではなく人間であることを人々は時々忘れてしまいます。人間はこのように扱われるべきではありません。それは彼のキャリアにもチームにも役立たなかったと投稿しています。中日はすでに育成環境への不安から、今秋ドラフトを前に指名の断りを入れる有力候補が続出している状況ですが、これにより外国人選手も中日に入団拒否する可能性が出てくるでしょう。また亡命者が続出している原因は中日の環境にもあるのではないかと勘ぐってしまいますね。これらが真実なのであれば、今後選手会が動く可能性もあります。果たして来季の中日はどうなるのでしょうか。このままでは3年連続最下位という不名誉も避けられませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。